早速ですが、能登半島地震についてその特徴などを聞いていきたいと思います。そもそもこの今回の地震というものをどういった地震と言ったらいいでしょうか。あの今回ですね、能登半島をまあ含めてまた海側海域も含めてですね、マグニチュード7.6ということで国内で最大級になってしまいました。陸側では強震ということで震度7を記録しました。 また海域では津波も発生しまして、わずか1分以内で津波の到達というところもありましてね、地滑りであったり、また液状化、そして火災などが起きてしまいまして、いわゆる複合災害になってしまったわけですまあ東日本大震災のとの違いとして、ですねあの家屋の倒壊も多かったと思います。 あの今おっしゃっていただいた通りに、町の特徴として古い建物が多いこと、え耐震化がです、ね、なかなか進んでいないえ、こういう状況もあります。え加えてえ道路網はですね かなり山間部を通じる限られた路線でありますので、半島という場所であって、アクセスが厳しい、特に災害時での初動体制というのは非常に重要なんですけれども、それが遅れてしまっている、また避難所等が開設されていますが、そこへの支援がです、ね、なかなか行き届かないということになります。 現段階でも停電とか断水というのが起きていますその備えというのはどうなりますか特にライフラインですね水道も含めたそこでの脆弱性が出てしまいましていまだに復旧していないこういうもののきちんとした強化が事前に必要だと思っています やはり家の中での転倒防止、また避難が必要なときにはです、ね、非常用持ち出し袋に、例えば今回のような冬場に必要なもの、防寒着であったり、水分を多くする、まあ、あの水をです、ね、余分に入れておく、こういう工夫が、事情として必要だと思います。お正月でした元日と 普段住んでででいいいいいるるとととところではないところろはなな知らない土地のの被災というのがあると思いますそういったときにはどうしたらいいでしょうか、えー、例えば宿泊施設であればあの各部屋にです、ね、ハザードマップとかあ災害時の対応というのがあ情報としてありますので見ていただくあ、緊急に避難するとすればどこが安全なのか、えー、あの確認をいただくといざというときに落ち着いて適切な行動が取れると思います。 え最後になりますけどもまあ今までお話しいただいたことを含めてこうテレビを見ているご機嫌のテレビを見ている皆さんにこう伝えたいことというのはどんなことでしょうか災害というのはですねいつどこで起きるか分かりません。我々はでできるだけ事前にですね災害への備え これは自分でできることもたくさんあります、えー。耐震化、また家具の固定、安否確認、また非常持ち出し品、そういうものをですね、もう一度確認していただきたいと思います。で、今後ですね、えー、この被災地への皆さんのぜひご支援をとも、えー、に考えていただければと思います。